皆さん、こんばんは。悪田の強です。本日はですね、今宮健太選手の講演会、激励会、証券会の、激励会パーティーにやってきました。そこでですね、今回こんな服を着てるんですけども、なんとライブをねさせていただけるということで、僕たちの声を初めて、健太の講演会の皆さんの前で初披露になるんですけど、そこで今回はちょっとねサプライズというかドッキリをやっていきたいと思います。今回のドッキリ企画は、今宮選手の講演会で僕がライブをするんですけど、僕たちの声を歌います。そこでなんと今宮健太にサプライズでちょっとステージに上げて、一緒に歌を歌わせたいと思います。そのドッキリです。題して今宮健太サプライズ歌唱ドッキリ。それでは参りましょう。今回は今宮健太に僕たちの声を歌わせてみたドッキリ。それでは参りましょう。さあ、今回ねこの企画めちゃくちゃ僕自身が緊張してます。僕たちの声を初めて披露する、なおかつ健太をステージに上げて歌を歌ってもらう、今回ね健太、今宮健太がステージに上がっていきなり歌を歌ってくれるのかっていうドキドキもありますけど、なんとか皆さんにねいい動画をお届けできるように頑張って健太に歌を披露していただこうと思いますんで、皆さんこの動画楽しみに最後まで見ていてください。それでは早速会場に行ってきます。頑張るぞ。では、それでは始めさせていただきます。今日はソフトバンクホークス今宮健太選手の優勝です。皆さん、会が始まりました。この後多分各テーブルを健太君と回って写真を撮るので、多分その後僕のライブがあります。なのでそこで健太へのドッキリ実行していきたいと思います。皆さんお写真です。
やってるんですけど、ハーフマラソンじゃないです。あ、違う、まあ、野球で登場曲や応援歌、いろんな感想を YouTube に上げてるんですけど、今日で YouTube の撮影をしていて、ちょっとやりたいことがあるので、ちょっとお待ちください。面白いよ、これ面白いよ、絶対面白いよ。おお、読書、桜読書。はい、次の歌が最後になるんですけど、やだやだ、でも嬉しい、嬉しい曲です。
じゃあちょっと、すみません、皆さんの声が。
これうまいっしょ皆さん。これが今回用意してた梅宮健太を歌わせるドッキリでした。なるほどな、はい、それがドッキリだったよ。そういうことです。もしかしたら誰だったかな。だからちょぶっちゃけたらこれ1個キー下げたんで出るし、だから出たんですよこれが。なるほど、ちゃんと配慮して助かります。ありがとうございます。ありがとうございました。叶う果実した